朝日のやつ、すっかり夕方になってしまいました。夕方だし、近くで子供たちが遊んでるせいで大きい声も出せないという状況です。見てください、漆喰をね、和室に漆喰塗ってたら、夢中で漆喰塗ってたらいつの間にか時間があれよあれよという間にすっかり夕方ということなんですけど、ちょっとね今日は日を改めます。明日取り直します。はい、仏間を漆喰で塗ってました。台風来るかなと思ったら来なかったでした。どうも朝、風はすごかったようだね。あそこのオクラが折れている。アザラシの園でございます。何日目かはよくは虫かこいつ。毛虫なら俺は触れんが、毛虫説あるな。暗くてよく見えんが、いやとてなんだこいつ。オッケー、折れてますね、バキッと折れてますね。まあ、台風がね直撃するかと思いきや日本海側を北上していただけなので大した影響もなしというそういう感じですね。いやすごい、色が空の色はそんなにでもないんだけど、でもこうやって見えてる限りでもめちゃくちゃ真っ赤になってます。赤いです。まあ、農園の方で特に報告することはないかな。これから秋冬の野菜を入れていかなくちゃっていうところなんだけど、肥料を入れようにも、ね、鶏粉とか入れたくてもちょっと土が乾燥してないとダメっぽいんで、膠着状態というそういう状況です。これから雨が降らない日が続くと、あのあそこの肥料を入れて畝立ててマルチ張って、秋冬の、ね、野菜を入れていこうとそういうふうに思ってるところです。はい、特に何かしたってわけじゃないです。モロヘイヤすごいな。モロヘイヤの栽培がすごいことになってる。モロヘイヤもほんと外れないな。適当にとってもこんなにしっかり生えてくれる。そして美味しい。よし、でも暗いんでね、もうお家入ります。今週も頑張っていきましょう。ほなまた。